1 5ツ・ウォーは2018年のフランス・ベルギーのアクション映画。監督はフレッド・グリボワ、出演はアルバン・ルノワールとオール・ガ・キュリレンコなど。1976年、当時フランスの植民地だったジブチで発生したバスジャック事件とそれを鎮圧すべく決行された奇跡の人質救出とも称された伝説的な作戦の一部始終を描く。p g 1に指定。 1976年、当時フランス最後の植民地だったジブチで軍関係者の子供らを乗せたスクールバスが独立派武装組織のメンバーに乗っ取られる事件が発生した。一味は、投獄されている同士の即時解放とフランスからの独立を要求し、応じない場合は人質に取っている子供たちの喉を切り裂くと通告してきた。フランス政府はこれを鎮圧すべく、 国秘裏に特殊制圧チームを編成し現地へ派遣することを決定。ジェルバル隊をはじめトップクラスの実力を持つ5人のスナイパーたちが集められた。ジェルバル隊らは一斉狙撃によるテロリストの同時排除という前代未聞の作戦を立案するが、現地中流軍や事態を穏便に収束させようと動いている外交筋との連携がうまくいかず、膠着状態が続く。 そんな中、生徒たちの身を案じた女性教師ジェーンは、軍関係者の制止を振り切り、単身乗っ取られたバスに乗り込んでいく。カッコ内は日本語吹き替え。アロシネによれば、フランスの12のメディアによる評価の平均点は5点満点中に、8点となっている。ロッテントマトズによれば、7件の評論の内高評価は43%に、当たる3件で、 平均点は10点満点中6.50点,点となっている。メトクリティックによれば4件の評論のすべてが賛否混在で平均点は100点満点中44点となっている。ありがとうございます。